りょうひです。お願いします。はい、ということでね、引き続き、坂戸ボーイズ、さんに来ているんですけれども、今ね、ここで集まってくれているのが、新1年生です。はい、じゃあ、元気よくなんかね、よろしくお願いします。それでもちって。せーの、よろしくお願いします。いいね、若いね。今シーズンはね、とりあえずシーズン最初の時点では7名、みんなね、軟式出身だったんだよね、初めての公式、ということで、今は絶賛慣れるためということでグローブ出してもらってトレーニンググラブでやってんだよね、みんな。どうして入ったのとか、初めて行ってみてどうとかっていうのをちょっとね、一人一人聞いていこうかなというふうに思いますので、元気よくね、元気よく笑顔でみんなちょっと、インタビューさせてもらえればと思います。お願いします。お願いします。はい、じゃあということでね、個人個人にインタビューしていこうと思います。じゃあ、出身の少年野球チームと、下の名前を元気な声で大きい声でお願いします。川島町川島ライオンズ出身の涼介です。涼介くん、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあどうして坂戸ボーイズに、兄ちゃんがこのチーム入ってて、おお、その兄ちゃんの上に行ってもっと活躍していきたいと思ったからです。あ、お兄さんは今は大学3年。あ、じゃあ結構もう年は離れてるんだ。なるほどね、お兄ちゃん負けたくない。はい、なるほど。ちなみに、少年野球はどこ守ってました？ピッチャーとファーストと外野です。ピッチャーファースト外野、いろんなとこやってたね。坂戸ボーイズはどこで勝負したいですか？ピッチャーです。おお、いいね、未来のエースかもね。ライバルも多そうだけど、まあお兄ちゃんに負けたくない。お兄ちゃんもピッチャーだった。はい。おお、じゃあね、お兄ちゃんに負けない、ピッチャーになるために、どういう風なピッチャーとして、どういう風な選手になっていきたいか。ピッチャーでも周りのポジションとか守備の人に声かけたり、まあ、バッターでもみんなに頼られるような選手になっていきたいです。中心になって回っていきたいと。いいね、その心意気、2年後が楽しみなんでね、このまま元気よく、野球続けていってください。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。川越市霞ファイヤーズの空です。霞ファイヤーズの空、出身の空くん。はい、お願いします。霞ファイヤーズって強いじゃん。なんか俺らの時は強かったイメージあるわ。で、なんかあれだよね、なんか翔平 TV と関わりがあるというか。あ、はい。なんだったっけ？聞いたことはあって、なんか弟の、チームに来たと言われて、ちょっと見てみたとか、そういうところ。ああ、なるほどね。ちなみに弟さんは、埼玉西武リトルリーグです。ああ、はいはいはい、春にね、多分はい、翔平さんの方が取材に行ってたんだけど、じゃあもうこれで兄弟出演っていうことなのかな。はい、なるほどね、はい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 。じゃあ少年野球はどこ守ってましたか？ピッチャー、キャッチャー、セカンド、ショート、サード。おお、もう内野ほぼほぼやってるね。はい、そうです。なるほど。で、まあじゃあ坂戸ボーイズに決めた理由、何個か3つぐらい候補があったんですけど、うん、やっぱすごく強いし、先輩たちの雰囲気も良くて、うん、自分がもっと上に行けると思ったから入りました。なるほどね、もう本当にそう、活気ある選手たちが多いよね。はい、そう、元気だし、締めるところは締めるっていう先輩たち多いなっていうのは、本当に僕も、何回か取材来て思ってましたね。はいはい。どういう選手になりたいか、誰にも負けない、すごい選手になりたいです。おー、ざっくりとしてるけど、どこが？ピッチング、守備、走塁、どれに一番力を入れたいか。まあ多分全部だろうけど、その中で守備が一番うまくなりたいです。おー、なるほど。じゃあそこも元々のアピールポイントであって、はい、さらにね、坂戸ボーイズ伸ばしていきたいと。はい、なるほどです。じゃあね、元気よく先輩たちに負けないように、野球やっていってもらえればと思います。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。上藤沢ライオンズから来ました、カズナミズキです。はい、ミズキくん、よろしくお願いします。イルマ。はい。あー、イルマからこっちまで来てるんだ。いや、あの日高からイルマ。あ、そういうことか。うん、本当にここね、坂戸ボーイズってグラウンドがここの城西大学の、準公式グラウンドと、あとは一本松、どちらかというと鶴ヶ島とか日高寄りなんだよね。うん、じゃあ通いやすいか、はい、すごく。なるほどなるほど。じゃあ少年野球はどこを守ってました？大体センターで、たまにピッチャーやる。おお、主にセンター、たまにピッチャー。うん、なるほどです。じゃあ坂戸ボーイズに決めた理由を教えてください。体験行った時に雰囲気とか良かったから、うん、このチームにしましょう。そうね、
本当に明るい選手が多い、はい、明るい選手が多いし、テキパキしてるんだよね、練習中とかもっていうのがすごい、多いなっていう、そのいい雰囲気だなっていうのは僕も感じております。じゃあ中学校ではどのポジションで勝負したいですか？センター。センター、はい、やっぱもうそこはもう少年野球の時に慣れ親しんだセンターでみたいな感じかな、はいはい、なるほどなるほど。じゃあね、どこを頑張っていきたいとかっていうのがあれば。バッティングはちょっと苦手なので、バッティングはちょっと伸ばしてヒットを打てるようになりたいです。なるほどね、バッティング、うん、まあ、たくさん振り込めると思うから、多分本当に振ると思うからたくさん振って、でやっぱバッティング打てるとね、野球もより楽しくなると思うので、ぜひぜひ頑張って高打者目指してください。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。松山リトルファイターズから来た林光輝です。光輝くん、はい、松山、はい、東松山の方、はい、おお、松山リトルファイターズ俺ねちゃんの光輝くん、出身の光輝くんね。はい、お願いします。坂戸ボーイズに決めた理由を。先輩が優しかったし、うんうん、好きなバッティングをよくやっていたから、はいはい、このチームにしました。あのキャッチボールとか、まあ、基礎練やった後すぐシートバッティング入ったもんね。本当に僕がなんか、ね、やっぱりこうやって取材来た時とかも結構、バッティング練習メインでやってるなっていうのがあるので、よく本当にフルチームだなっていう、感じてますね。で、少年野球はどこ守ってましたか？サードとキャッチャーです。サードキャッチャー、いいね。ホットコーナー体使うね。いいとこ守ってるね。じゃあ中学校でもそこでもちろん勝負したい感じ？はい。あー、サードとキャッチャーで勝負したい、はい、どっちかというとサードの方。サードで、はい、どういう選手になりたいですか？このチームで主軸になれるような人になりたいです。うん、やっぱクリーンアップ打ったりとか、良ければ4番打ちたいなみたいな、はい、そういった点では確かにね、バッティング好きな選手には坂戸ボーイズって本当にバット取るので、いいチームだなというふうに思うのでね、1年後楽しみだね。まずは体作ってもらって、はい、クリーンアップになれるような、選手に育っていってください。はい、頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございました。駒川アニマルズから来ました国部海星です。海星くん、はい、お願いします。お願いします。どうして、坂戸ボーイズに？ここに来たらもっと上を目指せて、先輩方もいるし全国も狙えるんじゃないかなと思ってここに来ました。現に OB もねすごい、はい、高校名門、多数輩出、しているような、チームですし、まあね、なんて言ったって監督が本当にいい方ですからね、はい、熱血なところは熱血だし、でも優しいよね。そうですね、うん、で先輩ももちろん多分いろんなことを教えてくれるような優しい先輩が多い。で少年野球はどこ守ってますか？主にキャッチャーを守ってました。おお、ここでもキャッチャーで。あ、キャッチャー張りたいです。やりたい、はい、やりたいです。いいね。俺もキャッチャーやってるんでね。マジですか？そうそう、キャッチャー痛いけど楽しいよね。楽しいですね。やっぱ支配できる、試合を支配するっていう。中学校から変化球も解禁だから、あ、そういったところでよりキャッチャーの役目が大きくなると思うんで、難しくなるけど、そう、楽しみですね。いいね、わかるね。そういうところが本当に楽しくなるから、より、はい、どういう選手になっていきたいですか？チームでなんか活躍できる選手というか、勝利に貢献できる選手です。おー、すごいね、そこまで考えられるんだ。まあ、打つ、自分が打つ、ファインプレーするだけが活躍じゃないですからね、はい、すごいね、頭使った野球好きそうだね。はい、好きです。だよね、で絶対さ、野球ゲームパワープロとかプロスピとかやったら絶対セーフティーバントとか、あ、します。だよね、はい、そういうタイプだ。すごいわかる、同じタイプだもん、はい、元気も良さそうなのでチームを引っ張ってくる、存在になれそうだ。今のところオーラを感じているので、はい、ありがとうございます。ぜひぜひ頑張っていってください。はい、はい、ありがとうございます。よいしょ。はい、じゃあお次の選手に来ていただきました、出身の少年野球チームとお名前を元気な声でお願いします。坂戸グリーンファイターズ出身、リョウです。はい、よろしくお願いします。坂戸ボーイズどうして入りました？坂戸ボーイズが一番最初に体験に来たところで、うん、2、3年生と監督コーチが優しかったので、はいはいはい、入りたいと思いました。本当にね、特にね、先輩たちの優しさっていうのがね、僕正直3年生としか今まで絡みなかったんだけど、3年生すごい明るいし優しいよね。はいはい、まあ、多分それが前のね、その OB の人たちと何人か絡みあるけど、やっぱみんな優しいから明るいし人柄がいいので、そこはね、確かに決め手としては
出てくるんじゃないかな。もちろん監督コーチもすごい気さくな方多いし、僕らもすごいいつもお世話になってるので、そういったところではね、チームの雰囲気としてはめちゃくちゃいいですよね。じゃあ少年野球どこ守ってますか？レフトです。おー、レフト。じゃあサカドボーイズでも外野をやりたいよ。はい、なるほどね。サカドボーイズで特にこれを頑張っていきたいっていうところがあれば。バッティングです。バッティング、まあね、本当にチームとしてバッティング練習はね、よくやってるイメージがあるので、負けてられないね、他の人にはね。バッティング好き？はい、一番好きやっぱ。はい、アピールポイントもバッティングっていうことでいいのかな。はい、じゃあそのアピールポイントね、どんどん伸ばしてもらって、ぜひ中心で、クリーンアップ打てるようなね、選手になっていってもらえればというふうに思います。はい、はい、じゃあ引き続き頑張ってください。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。駒川アニマルズ出身、末颯太です。なんで坂戸ボーイズ？先輩たちが優しいし、このチームなら上目指せるなと思いました。はいはい、本当にね、先輩たちの優しさが伝わってくるよね。はい、喋ってても、あ、この子たちってやっぱり優しい子たちなんだなっていうような、2、3年生は確かにそんなイメージがあるので、いいね、いいチーム入ったね。上目指せるっていう点では確かに、どん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 、上のリーグにもね、勝ち進んでっていうのを、選手も見るので、確かに、そういうところでは高み目指せるなというふうには思っています。少年野球はどこ守ってますか？サードとセンターとピッチャー守ってました。おお、坂戸ボーイズはどこで勝負したいですか？ピッチャー勝負したいです。おお、ピッチャー。どういうピッチャーになりたいですか？コントロールが自分悪いんで、コントロールがいいピッチャーになりたいです。おお、やっぱスピードとか変化球とかよりもまずはコントロール。逆に言うと、じゃあスピードとかは自信ある？スピードはちょっと自信ないです。おお、まあといったところ、じゃあ、よりコントロールの精度を高めてカバーしていこうっていうところなのかな。はい、はい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 。同級生ちょっと聞こうかな、最後だし。はい、どう、まあ、入って多分みんな何月から入ってた？2月とかから練習来てた？いや、もっと早いと思います。おー、まあじゃあといっても、まあ4月始まったばっかり、そんなに多分長くはないけど、同級生的にはどうよ？やっぱみんなやってる時間が多分僕だけ一番やってる時間少ないんで、うんうん、みんなに追いつけるように頑張ってます。おー、なるほどね。すごい気持ちもある、選手なのでね、ぜひピッチャーをエース取れるように頑張ってください。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。 OK、 じゃあみんなまた最初のようにちょっと並ぼう。はい、ということで、新1年生のインタビューさせていただきました。なんかさ、最後の顔硬くなってね。どうした？ちょっと今になって緊張してきた。で、実際カメラ緊張した？実際そんなことない。翔平 TV は、坂田ボーイズさんとズブズブな関係でいたいので、今後ともみんな元気をね、よろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。杉やばいですよね。杉はやばいよ。杉、俺9なの。こういう時やめてほしいよね。何言ってたんだ。オッケー、映ったね、花粉症映ったね。ということで、本日は、坂戸ボーイズ新入団選手、たちにインタビューさせていただきました。概要欄にね、リンク貼ってありますので、ぜひチェックしてみてください。はい、ということで、本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それでは、あいしゃー。